機能的には影響はないです。で、ちょっと待ってくださいね。はい、今ちょっとフルスクリーンにしましたけれども、なんとなくこの方が見栄えがいいのでこれにします。で、こういうふうにするとスライドショーにすると一番上に黒い帯が出てこうか、あの矢印のようなやつが出てきますので、ここでこうページを手繰ってください。で、一番最初のところページ出ましたか。立ち上がったらこのフォーマットというメニューのところのスクリーン環境でスライドショーにしてみてください。しない場合はですね、単に下の方に永遠に永遠と下の方にスクロールしていくだけです。で、そしたら上の黒いバーのところでページの送りが。向こうにあるだけですか。あ、来ましたね。あ、大丈夫です。これは OK で。あ、来ました。あ、来ました。大丈夫です。はい。で、上、一番上のところの、不等号みたいな矢印でページを送ってください。で、そうすると1ページ目にまずこんな、まあ、基本が出てますね。ちょっとこれ大きくしますが、まあ、皆さんの前に画面があるのでそちらを見ていただけるでしょうか。まあ、このここに簡潔なルール3つありますけれども、これだけは覚えておいてください。簡単なのでぜひ覚えてください。で、この3つさえ覚えておけばあとはなんとかなります。で、一つがですね、組み込み関数 の、 頭頭文字は必ず大文字です。で、これですね、数学の関数ですね、サインとかコサインとかログも頭文字を大文字にしなきゃいけないので、ちょっと書いてるとでつい間違えちゃうんですね。私は今でも間違えちゃうんですけれども、必ずサインの例えば S とかログの L とかは必ず全部大文字にしてください。で、それから関数の引数はこの鍵括弧でくくります。で、これも大事なところです。鍵括弧で、逆に鍵括弧でくくるのは必ず関数の引数なので
数学としての数式としての括弧にはこれは使えません。で、各引数はカンマで区切ると。カンマで区切る各引数って例えば積分するときの積分範囲とかですね、そういうものはこれカンマで区切ります。で、リストや範囲はこの、ニョロ括弧、中括弧で表す。リストって言ってるんですけれども、これはマスラティカのちょっと用語なんですが、何を言ってるかというと、まあ、文字通りリストの時もあれば、ものの集合ですね、の時もあれば、ベクトルのようなもの、ベクトルの、その行列とかベクトルの成分を指定する時も、これを使います。このリストという標識を使います。だからこの括弧を使うんですね。あと、範囲っていうのは、さっき言った積分範囲とか、和の範囲のようなものはこれで指定します。で、あともう一つ大事なのは実行はシフトとエンターです。これ知らないとですね、エンターキーを押してもひたすら改行されるだけで何も起こらないです。で、ちなみにこういうここにあるようなキーボードですと、一番右側の点キーのところにあるエンターキーでしたらこれシフトいらないんですね。なので、まあ、ちょっとこれめんどくさいなというとき、まあ何回もやってると結構めんどくさいんですが、この時には点キーの方のエンターを使ってください。で、次のページ行くと、まあ、実際にこうちょっといくつかの計算点が出ているんですが、でまずですね、一番もう本当に電卓代わりですね、12+345とかで、ここにまず関数を合わせて、で、シフトエンターなり、一番右のエンターを押していただくと、まあ、普通に答えられます。まあ、よろしいですか。いつでもなんかおかしいとかですね、こういう時はとかっていう疑問があったらいつも聞いてください。で、あと分数ですね。これも合わせて、やってみますと、こういうふうになります。ちゃんと通路してやってくれます。で、まあ、ここにも一つマスラティカの特徴出てるんですけれども、有理数はいつまでたっても有理数でやるんですね、マスラティカは。で、小数にしてねっていうことを言わない限り、もう何万桁分の何万桁とかっていうのでも分数のままやっちゃいます。なので非常にですね、場合によっては時間がかかるんですが、速さを優先したいっていう時には数値でやるということができます。で、まあ、一つ数値でやる、方法がこのすぐ下にある大文字の N ですね。ちょっと上に上げますね。で、大文字の N っていうのは数値では使いなさいと、ニューメリカルには使いなさいという記号で、これ今パーセントって書いてあるのはすぐ前にあった実行結果です。MATLAB を使った方は、使ったことある方はですね、これ MATLAB の場合にはANS ですね、アンサーの ANS、まあ、あれと全く同じですね。で、パーセントの後にですね、ちなみにパーセントの後にこのインとかアウトとかってありましたね、ここの番号を入れると直前じゃないものも呼び出すことができます。例えば今ここで、パーセント1番ってやると、でシフトエンターすると一番最初の357がまた呼び出せます。で、これはですね、まあ同じことなんですけれども、同じ計算やってるんですが、中に小数が一つでもあると、これも数値だと、機械精度の数値だというふうに見なされるので、有理数ではなくてこういう小数で実数で計算されます。で、この辺は、まあ、N という関数の、まあ、ちょっとしたオプションなんですけれども、カンマして50とやると、これ有効数字ですね、50桁まで出してという意味になるし、で、π を100桁までとですね、なります。で、これ今、どんどんシフトエンターを押していってもらいたいんですが、例えば π とかですね、どうやって入力するの思われると思うんですが、実はですね、大体こういうのはアルファベットでも大体が効いてですね、pi でも大丈夫です。で、これ全く同じですね。で、例えば1000桁まで出してってやれば1000桁まで出ます。
でどうしてもギリシャ文字で出したい書きたいという時にはショートカットがあってですね、エスケープ PI エスケープとやるとパイという文字が出ます。まあ人に見せたい見せるような時にはこの方がなんだかかっこいいですけどね、自分でやってる時はめんどくさいですで、あと2の線上とかべき乗の数ですね、これもお分かりだと思うんですが、最後の桁まで愚直に計算します。数値処理ソフトだとこれは 1.0715×10 の何乗とかやりますよね。そういうことはしないですね。でこれもN っていう指定をすれば当然そういう標識では出してきます。こうやってやればこうなりますね。 1.07×10⁻³ と。でよろしいですか。この辺までは簡単なので、なんてことないと思うんですが、べき乗の入力もですね、普通にこの記号で大丈夫です。この上なんていうんですかね、ハットで、こういうふうに2の線上のようにですね、本当に上付きでどうしても書きたいっていう時はですね、またそれはそれで、ショートカットがあるんですが、この場合はコントロール6だったかな、そうですね、コントロール6でこういうふうにやればできます。はい、まあ見てくれの問題なのでちょっと飛ばしますが、方程式を解くというところを、見てください。でこれはですね、中に指定した方程式を、ソルブしなさい、そのままですね。で x乗引く 6x 引く 10とは0という式なんですけれども、C 言語やった方はお分かりだと思うんですが、こういう条件式の場合、条件式っていうか等式ですね、いわゆる等式の場合にはイコールを2回続けます。1回だと、右を左に代入しなさいっていう意味になっちゃうので意味が違うんですね。でここではイコール2回をして0と、でカンマして、で x について解きなさいという形になります。でやればこう、二次方程式を解いてくれるということですね。でこの中は別に多項式方程式でなくて、別に何か難しいやつでも全く構わないやつ、例えば三次方程式にしてこれ x を3乗にしてやってもちゃんとこうやって解いてくれますし、そこは解のある限り、ちゃんとやってくれます。で微分下の方にもうちょっと行きますと、微分がありますね。で、x の n 乗を x で微分しなさいですね。微分は d です。ディファレンシエートの d ですね。大文字の d です。で、これ、高校の算数ですね。で、アークタンジェント x を x で微分してねっていうのも、やってくれます。で、ここはちょっと、この偏微分の記号が出てますが、マセマティカでは偏微分と普通の微分は、区別しません。なので、こういう記号をですね、入力しても D と書いても同じことです。でこういうのは実は後でちょっと出てくると思うんですが、パレットっていうのがあって、パレットですね、メニューバーのところにパレットっていうのがあって、例えばクラスルームアシスタントとかのこういうところにこういう基本的な記号のボタンがあるので使った方が、見てくれは良くなりますね。積分とか和とかもありますね。で全部ですね、こういうのは関数名を手書きしても、全く同じ結果が得られますので、慣れてくると普通ですね、理学系ですと使うのは微分とか積分とかやっぱ多いですね。
なので限られるので、関数も限られるので、こういうインテグレートとかっていうのをそのままタイプした方が早いですね。で、不定積分、定積分のところを見てみますと、やっぱり、シンタックスとしては同じですね。コサイン X、これ全部鍵括弧にしてくださいね。で、C は大文字で、X で積分してね。で、ただしこの場合には、不定積分の場合は積分定数は書いてくれません。で、この X で積分しなさいというところを、範囲の中括弧を使うことで、積分範囲の指定になります。で、X を0から1まで変化させて、1割 X の乗車数を積分しなさいという形になります。実行すれば、まあ、こんなんですね。が出てきます。大体いいですか？で、微分方程式のトップっていうのが下にありますが、微分方程式を解く場合にはソルブではなくて、大文字の D を頭につけてください。で、D ソルブとして中に微分方程式を書いて、これもイコール2回ですね。で、1回微分の場合には普通にこうプライムで代用できますし、まあ2回の普通に1変数の場合には微分記号はこのプライムで何回やっても大丈夫です。で、これはまあ文法としては式があって求めるべき答え変数を x の関数として出しなさいという形ですね。これは1回微分するとサインになるので、解はマイナスコサインですね。でこれは2回微分の方程式ですね。まあ、見てわかると思うんですが、これ調和振動子の、運動方程式に強制振動の項がついたという形ですね。で一番下に今リストってあるんですけれど、まあ、リストいろいろな使い方があるんですけれども、まあ、必要になった時にですね、まあ、見ていただければいいかなと思いますね。一応ここでお見せしますけれど、こういうふうにリストで大計算対象にすると、例えばまあ10乗とかって計算すれば全部10乗したものが出てきたり、あるいはですね、リストのリスト乗っていうのをやると、1の10乗、2の20乗、3の30乗というふうな形で出してきますね、この場合には。とかというふうにですね。まあリスト同じ操作をあるこう数の集合にまとめてやりたいような時には結構便利です。まあ、ただ多分すぐにですね必要になるっていうよりは、だんだん必要に迫られてこういう機能を見るっていうことになると思うので、まあ、へえと思っていただければ大丈夫ですね。まあ、この辺もそうですね。テーブルとかっていう、コマンドも結構便利なんですが、テーブル N 次乗を1から10まで並べてねっていうやつですね。でそうするとこうテーブルの中に N 次乗を今やってますけども、ここに例えば関数をプロットするっていうような作業を入れても、そのプロットをテーブルにしてくれるので、そういう意味では結構使い勝手は使い道はいろいろ出てきます。で次のページに行くと、ベクトルと行列の計算ですね。でさっきもちょっとちらっと言いましたけども、ベクトルはリストという形式で指定するので、色の括弧で作ってください。で1、3、7と3次元のベクトルであればこれでおしまいです。で行列はベクトルのベクトルという形で定義するので、 3×3 であればこれが一つの行ベクトルですね。なのでこれを実行すると、まあ、これだと実行するだけだと何も面白いことはないんですが、この M1 って定義したものを、実際こうマトリックスの形で見てみると、このダブルスラッシュは、後ろの関数を前にかけて表示してという意味になるんでね。まあこれもそんな深い
は考えなく必要はないんですけども、そうすると M1 がマトリックスフォームをかけた形として、これはだからマトリックスの形で表示しなさいというだけ の表示するだけの関数です。でそれこれをやると、こういうふうに行ベクトルが221214125と縦に並んでいるような形ですねが出てきます。でもう一つ M2 っていうのを定義しておいて、で掛け算を下でやってるんですが、行列の掛け算はドットでやります。これもですね、多分他のソフトでも結構共通の文法ですよね。 MATLAB でもそうですし、あとなんか C とかでもそうでしたっけ、ちょっとしばらく C は触ってないんですが、ドットでやります。でそうするとこう行列として掛け算したものが出てきます。で行列かける、ベクトルでも同じですね、ドットであります。でどんどんいきますと、下の方で逆行列とかデターミナントとかも、まあ、普通にこういうふうに、出てきます。で逆行列とかデターミナントはこれまあ 3×3 とかですね、 4×4 ぐらいだとなんてことはないんですが、これは例えば我々実社会だと普通に 1000×1000 を逆行列出したいとかありますよね。そういう時は結構時間がかかります。全部こうやって有理数でやるので、時間がかかる場合があります。ただし、数値でさっきの大文字の N というのでマトリックスを数値で指定すれば、その問題はなくてですね、あっという間に数値で計算してみます。でもう一つだけ、これは M3 というのはこれ、下の固有値とかのためにちょっと載せた例なんですが、で固有値と固有ベクトルもアイゲンバリューズとアイゲンベクトルですねやれば、まあ普通にこう有理数として出してくれます。で 3×3 ぐらいですと、まあ、これもですね手でやってできないことはないですが、 4×4 ぐらいからだんだん嫌になってきますよね。一番下にあるこの MTR っていうのはちょっと多分消し忘れたものなので無視してください。でトラディショナルフォームへの変換ってありますけれど、先ほどのですねパレットを使うとこういう形式で入力できるというのがまず一つと、あとですね普通にマセマティカの文法でスペルアウトして入れたものもですね、この一番右の画面の一番右の方にカーソルを持っていくと薄いなんかこう縦線のあれが出てくるんですね、カッコの塊が出てくるんですが、ここでですねその該当する部分を選んで、で右クリックして、変換ですね、変換ってやつでトラディショナルフォームってやると、さっき入力したものが我々が紙に書くような形に変換されます。でこれで実行することも当然できるわけですね、中身変わってませんからという感じです。で、まあ、マセマティカは数値処理ソフトではないので、まあ、一つ強みは無限が扱えるということですね。シンボリックに、まあ、こういう計算足し算もそうだし、リミットを取るような計算もなんてことないです。数値積分をやるときにもインフィニティを指定しても大丈夫です。いいですか、いつでも決めてくださいね。で自由形式入力ってあるんですけれども、これは2つくらい前のマスマティカのバージョンから入った機能なんですが、インターネットにつながっている場合に有効な、まあ、機能です。で何をやるかというと、こういうふうにイコールサインだけ入力してみてください。そうするとこのオレンジの色の反転したイコールが出てくるんですね。でここに何でもいいので、こうやって
英文に限るんですけれども、入力すると、それをですね、この命令がうち の, 会社の本社のサーバーに送られて、自然言語解析されて、何をしたいかというのが返ってくるんですね。で、普通、コス X と書くとですね、これ、コンピューターとしてはコサイン X とは理解しないわけですよね。コサインカッコ X じゃないといけないのに、一応自然言語として解釈すると、コス X はコサイン X である確率が高いので、まあ、きっとそうだろうということで、こういう返してくるんですね。で、なので、これ計算、普通にできます。インテグレート、なんかわけもわかんないはず。ログ X 引く1割る1たす X4 乗含む人がですね、あ、やってくれませんでしたね。あ、ログが入ってたんで収束しませんでしたね。こういうのをですね、ゼロからやっちゃうみたいな、いけなかったら1とか1とか、普通にですね、まあ、本当に自由形式なので、かなり冗長な形で入れても、大丈夫です。あ、これまだ入ってきてないですね。あ、入ってきましたね。あ、これもあ、ログ X は増えるからダメに決まってますね。まあ、ちゃんと普通に、計算できるものは返ってきます。で、これこれちょっと面白いのは、例えばですね、あとちなみに2回イコールを押すと、このコンペイトみたいな形になるんですけれど、ちょっと一番下の方でごめんなさい、あれ、ちょっとじゃあ上の方でやりますね。ここら辺でやりますね。2回押して今ポイントやります。そうするともう少し詳しい情報が出てくるんですね。で、実は計算だけじゃなくて、いろんなことを聞いても大丈夫です。本当に明日の天気とか聞いても大丈夫です。で、例えばですね、太平洋の体積聞くと、どれぐらいだか知ってますか？太平洋の体積何リットルぐらいか。返してくれます。いくら10の何乗だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、あ、出てきましたね。ちょっと小さいですけれども、 6.6×10 の8乗立方キロメートルで、リットルでは 6.6×10 の20乗リットルですね。10の20乗リットルですね。まあ、ほとんど7なので21乗ぐらいですね。まあそういうようなですね。でさらにここである程度ですね、簡単な計算もさせることができるんですね。例えばですね、ちょっと今思いつきでやりますと、その太平洋の体積にはまあ、牛乳パック日本のだと1リットルですけど、欧米のだとなんか1ガロンの感じで、ね、ああいうので、まあ、ガロンここにあればなってことないんですけども、何倍分とかですね、なんとかで何倍分とかですね、聞いても答えてくれます。っていう感じですね。これは実はウルフラムアルファっていう、ウェブサービスとつながっているんですけれど、ウルフラムアルファはフリーで公開されているので、まあ、同じようなことが実はできます。ぜひちょっとこれ遊んでみてください。で、またマセマティカに戻りますけれど、グラフィックスですね。マセマティカは本当に便利なのはグラフィックスだと思いますね。とにもかくにもグラフィックスだと思います。手っ取り早く複雑なグラフィックスを2次元で3次元で書いてくれるので、多分一番使う機能はこのプロットと、後でお見せするプロット 3D っていうやつだと思いますね。
でプロット、これ2次元のグラフィックスですけれども、あのプロットですが、普通にこう関数を書いて、で x のこう横軸の範囲ですね、マイナス10から20までというふうに指定すれば書いてくれます。で、まあ、さっきコサインを自由形式でやりましたけども、まあ、サイン x とかですね、同じですね。で同時にプロットしたいときには、一番下にありますように、あの描画するべき関数をリストにすればいいですね、この中括弧でくくって。でそうするとこういうふうになる。でプロットはですね、あのいろんなオプションがあって、ここにちょっとオプションズという関数がありますけれども、これだけのオプションがあるんですね。もうはっきり言ってとてもじゃないけど覚えてられないぐらいあるんですが、例えばこのアクシスとかトゥルーとかですね、これは軸を書くの書かないのという、この横軸縦軸ですね、書くか書かないかっていうのとか、あとは軸のラベルを書かないのとか、原点をどうするかとかですね、そういうやつですね。あと周りに枠を書くとか、色をどうするとか、そういう細かいオプションがこれだけあります。で、これはもう覚えるわけにはいかないので、その都度ですね、プロットというと関数のマニュアルを見るのが一番早いです。で、ついでにここちょっと出ていないんですけれども、マニュアルですね、を見るときに便利なのは、例えばこのプロットちょっと私、あの上の方いきますね。このプロットって書いてあるところに、どこでもいいので、このカーソルをガチッとこう、プロットじゃない、クリックしてください。そうすると、でそれでですね、F1 キーを押すと、そのプロットに対応の説明が、このヘルプ画面で出てきます。これすごく便利なので、ぜひちょっと覚えてください。でそうすると、この中に、こうやってですね、ちょっと細かいですけど、これも何をどうするとどうなるという説明がいっぱいあると同時にですね、下の方に例がたくさん出ているので、この辺とかもですね、片っ端から私なんかもですね、知りたい時に調べる時にはこの辺を片っ端からクリックしてますね。でそうすると大体なんとなく自分の、やりたいことに近いのってあるの でそこで、まあ、該当するコマンドなり関数オプションを、見つけるという形ですね、のがいいかと思います。まあ、これが一つ、オプションをいろいろ指定した例ですね。枠を書いて、グリッド線を書いて、色を赤と青にしてとかですね。で次のページ、これ何ページですかね、9ページね、8ページですねに行くと、パラメトリックプロットというのがあります。でいつも関数が x の関数になっているとは限らないわけですね。媒介変数になっていることも多いので、媒介変数の場合にはプロットというコマンドでは書けなくて、パラメトリックプロットというのを使います。でこれはですね、このヨロ括弧でくくった一つ目が X 座標で、二つ目が Y 座標ですね。で U が0から2倍まで変わる媒介変数であるというふうな指定で書くと、まあ、こういう、まあ、いわゆる離散数図形が出てきますね。だからこの辺変えれば、5U とかすればまた違う形になる。こんな感じですかね。で、いろいろ出てきます。で、パラメトリックプロットのですね、これ、まあ、下にあるのはちょっとしたお遊びなんですが、この媒介変数で書くある有名な関数なんですけれど、これ、日本学校が二重になっているので、ここからここはですね、この日本学校までが一つの曲線なんですね。でカンマがどこにあるかというと、
ここにあるので、ここまでが X 座標で、ここからここまでが Y 座標ですね。でこれで1本の線と、またここから2本目の線が始まるんですが、で T の媒介変数と、で T がこれずらずらずらといくと0から 2π まで変わってるんですが、これを実行するとまあこういう有名な関数ですね、になるんですね。これどうやって書いたかをぜひ考えてみてください。それは最初から目の子でですね、この係数をパラメータを決めたわけじゃなくて、系統的にシステマチックに出してるんですが、まあ、ヒントはサイン関数ばっかりだっていうところですかね。で、あ、はい、3次元ですね。3次元グラフィックスで、3次元の場合にはプロット 3D と書くだけです。で本当にこれだけでできちゃうんですが、一番上にあるのは 3x×y ですね。 x と y の範囲だけ指定すれば、もう自動で書いてくれます。でこれはマウスでつかめばぐるぐる回したりということが可能です。まあ、これはあれですね、正規分布型のラクシアン型の形ですね。まあ、いろいろです。この辺を単に例示してあるだけなんですが、まあ、もうちょっと凝った例としては下にあるんですけれども、ちょっと、これの下に、あれ、まあ、皆さんの画面で見えると思うんですが、ローレンツモデルって書いてありますね。でローレンツモデル、ここで何をやっているかというと、まずこれ ND ソルブってありますけれども、これはディファレンシャルエクエーションをニューメリカルに解いてくださいという意味です。なので数値的に融合の定式を解くコマンドです。で中に入れているのが微分方程式のセットですね。これはこの中括弧でくくっているので連立微分方程式ですね。 x' はっていうと y プライムはというやつと、あと z プライムはというやつですね。ここまでが式のセットで、ここは初期条件ですね。x と0が y で y、じゃあ x と z が0で y が1と。で、xyz について解いて、この t は0から200までとりあえず解きなさいと。max ステップっていう、ステップっていうのはオプションです。これは数式に解くのでこうステップ T のステップを切るんですけれども、それをまあちょっとデフォルトよりは良くするための、オプションですね。でこうすると解いたものっていうのは普通に解析的解析関数は書けないので、インターポレーティングファンクションという形で数値で出るんですね。まあ、数値なので全部はここには表示されないんですが、内部的に持っています。でそれをローレンツっていう変数に全部打ち込んでいるという状況です。でそうすると、それを今度プロットするのはこれですね。x と y と z をそのローレンツというさっき解いたものを使って表示しなさい。でここにもあるんですけど、これはちょっとますます独特の文法なんですが、スラッシュドットっていうのは、これ中身はこの前に表示されているこれですね、このアウト60、ここでここの画面だとアウト60ですが、これがそのままここに来てると思ってください。この前で指定している XYZ にこういう代入を施すというのがこのスラッシュドットっていう意味です。これを指定しないと XYZ と何のことかわからないので何もできてこないんですが、これを使えば、このスラッシュドットを使うと、この矢印に従ってですね、代入されるんですね、ここに。で、0が200までさっき解いたので、それを3次元でプロットしたい。するとこういう形になります。これは、カオスの分野で、マリギャ系の研究の中の
有名な、例ですね。すごく簡単な微分方程式で指定される力学形で、これだけまあ複雑な面白いパターンが出るというので有名です。はい、で、あとはまあ基本的なプロットの使い方はそんな感じなんですけれども、まだたくさんいろいろあってですね、目的に応じて使い分けていただきたいんですが、今お見せしたのはプロットとプロット 3D とコンタじゃない、パラメトリックプロットでしたね。ですが他にもいろいろあるっていうのがこの辺の例です。これただ例をこう並べてるだけで6つしかないんじゃなくてもっとたくさんあるんですが、等高線を書くコンピュータープロットとか、デンシティプロットですね。これはまあその点の、値に応じた色付けをする、まあ、この 色付けのオプションも当然いろんなのがあります。あとはリージョンプロットとかストリングプロットとかですね、等高線の三次元とかですねというのもあります。あ、質問です、はい。因関数を書くときっていうのはやっぱりこの等高線プロットにしておいて指定して選んでできないんですかね。要は x2 乗プラス y2 乗イコール1のグラフを書きたいっていうときに、僕は今までその等高線プロットでその z イコール x2 乗プラス y2 乗の関数を、まあ、マイナス1を0で切れって形でそこの切り口を書いたんですけど、 それしかないですか。それがスタンダードというか一番まっとうな方法ですね。バージョン10になってなんか増えたような気がし、やり方増えたような気がするんです。すみません、ちょっと覚えてないです。でもそれでもコンタプロットが一番確実ですね。はい。ありがとうございます。何かコンタプロットで不都合があったこととかあります？いや、そうじゃないんですけど、ちょっと複雑なものをやってる時っていうのは、やっぱしも因関数とかで書いておいた方が楽だったりしますし、まあ。高次元的なものを扱おうかなって思ったとかどうするのかなとか、要は例えば楕円体みたいなものを書くときとか、そうするとまあできるかどうか分かんないですけど4次元的なプロットを切断する形になるのかなとか考えてしたんですけど、そうですね、それは切断してやるしかないですね。あとそれが例えば微分方程式の解であったりする場合にはそのパラメータがある条件を満たしたときだけプロットしなさいっていうのがありますけどね。それはバージョン9から入ったんですが、だから例えば力学系の例でいうとポアンカレマップってありますね。位相空間の中である面でバチッとこう切ったときの軌道とその面のクロスセクションをプロットしていく、でそういうものはその面に当たるクロスセ平面に当たる条件を指定すればそれが起こったときにプロットしなさいっていう形を取れるので、じゃあ曲面と曲面をぶつけてそのインターセクションみたいなところの曲線っていうのも、それも条件として、指定できるかなと思いますね。まあそれは微分方程式であればですが、じゃあ単純な曲面と曲面じゃ難しいですか。関数で解析して、それはまた別の関数でできると思いますよ。指定できると思いますよ。はい、わかりました。ありがとうございます。でこの辺あるのはですね、これはちょっともうあれさっきとほとんど同じですね。同じです。これは違います。ただこれちょっと下のここでやる下の方でやる関数の例として出しているんですが、sin の x 乗 y という関数ですね。まあ、こういう関数です。それを、ここではですね、このグラッドっていうのはあれですね、ベクトル解析で出てくる例形勾配ですね、をここに入力し代入すればここにベクトルとしてこのグラッド F というのが値を持ちます。値というか標識を持ちます。でそしてこれを、指定しグラッド F というのをそのまんまですねプロットすれば、これはストリームプロットっていう、その勾配にあたる向きと大きさもちゃんと入ってるんですかね。ストリームだけかな。なんか大きさは入ってなさそうですね。ちょっと微妙ですね。例がよくないかもしれないですが、どっちにグラッ
フライグレディエントが勾配を向いているのかという、式で、あ、プロットですね。で、あとはですね、これってなんかあの X 軸に相当するところでちょっとズレが出てるように見えるんですけど、これは仕様ですか、仕方ないことですか。これは仕方ないと思いますね。うまくして条件を指定すればこういうこのズレもなくなるかなとは思いますが、ただ密にしてしまうと線が多すぎて見にくくなったりとかしますよね。そういう時はもうこれは見るしかないですね。すみません、すぐにはちょっとわかんないですね。この辺のオプションを見ると何かあるのかもしれないんですが、すみません、ちょっと今はわからないです。ありがとうございます。一番下にあるのはあのデンシティプロットの、まあこれ例です。あの見ればわかるんですけど、なんてことないです。 3x という関数のマイナス 2π から 2π までの変化を単に 色付けしたってだけです。こう周期に変わる様子を、あのデンシティプロット、まあ、こういうのはいろんな場面で多分あの便利だと思うんですが、私がやったことあるのはですね、他にあると思うんですが、ですね、どこかにないかな。ヤングの二重スリットの実験をですね、何回かやったことがあって、実験というかここの上で実験したことがあって、ですね、どうしたのかな。まあ、こういうやつですね。まあ、これだけで何にも面白くないんですが、あのデンシティプロットの一つの例ですね。あのこれは何をやったかというとですね、普通ヤングの実験というのは、あのこうスリットをこう2つ縦に横に並べますよね。でそれをですね、こう縦にずらしたとき、こうですね、スライドさせたときに縞模様がどう変わるかっていうのをまたある人に聞かれまして、それをちょっとシミュレートしてみたんですね。でこれは古典的な計算しかしていないので、あのそんなに面白いことは実は起こらないんですが、ちょっとモアレが見えてますけれども、ちょっと区切りが荒いのであんまり綺麗に見えてないですけどね。まあ、あのデンシティプロットこういうようなのに使えますよという例です。あの実際にどんな風に見えるかと、機械の場合には特にかなりこれ近い現物と近い像をこうやって作ることができますので、まあ、便利、いろんなところでこう例えばこういうところで便利ですよという例です。それからですね、関数の定義ですね。これも実際にやっていくと自分の関数を定義する必要に迫られることが多々あるんですけれども、これ一番あの上にあるのが一番スタンダードなやり方ですね。これ f of x という関数に x 以上というのを定義する方法なんですが、一番最初に x の下にこうアンダーバーを入れてますね。でこれはもうおまじないだと思ってください。で、x アンダーバーと括弧としてコロンのイコールとで x 以上とやれば、これを定義するとですね、 f10 を入れれば100が返ってくるし、 f3.1415 ってやればこういうの返ってきますし、で中にリストを入れればですね、リストの事情が出てきますし、
で中にこの星みたいな、これまあマスマティカの昔のロゴなんですが、これを入れればこのロゴの事情が入ってくるという感じですね。でもうちょっと真面目な、まあ今 X 以上十分真面目ですけども、例として、政治分布ですね、平均ミュート分散指標の事情で指定される政治分布を、まあ、X、カグセンス X を引数として定義するみたいな形ですね。全部アンダーバーを引いて、ここにですね、正義分布とかの場合には E のマイナス X 事情みたいなのを入れてももちろんいいんですけれども、もう持ってます、トマスマティカはそういうのをノーマルディストリビューションというのを名前を付けてですね、平均ミュー標準偏差シグマの正義分布という形で、これだけやればもう正しいあれの分布がですね、関数として得られます。でそれがこれ X が確率変数として PDF はアドビの PDF じゃなくてですね、プロバビリティデンシティですですよね、確率密度関数ですね。なんかこの間なんかと勘違いしちゃったんですが、プロバビリティデンシティファンクションでいいのと同じが PDF ですね、というふうに、これもまあ組み込み関数なんですが、指定すればここにそういう関数が入ります。例えばこれ実行して、マイナス5から5まで平均0で標準偏差1の正規分布を書いてれば、まあこうなりますし、まあ、これ適当に変数を変えて平均1の標準偏差2とかにすれば、まあこういうふうに見れるという感じですね。で、ついでにちょっと後の次のページのためにポアソン分布も定義しているんですが、ポアソン分布は一つのパラメータしか取らないので、ラムダだけですね。で同じことやってます。で、ちょっと次のページに行ってみてください。で、この12ページ目なんですが、インタラクティブなコンテンツと。で、これもプロットを覚えると、この次、その次ぐらいに非常に便利な機能なので、ぜひ、まあ、覚えられれば覚えていただきたいんですが、ぜひ、使ってですね、便利さを実感していただきたいと思いますね。ここのマニピュレートっていう関数なんですけれども、マニピュレートの中に入っているのを見るとですね、ここからプロットですよね、プロットのこの括弧はここまでなので、これなんてことないですよね。 sinfx を x0 から2π まで書きなさいというだけです。だけど f というこの変数がこのプロットの中で定義されてないので、このマニピュレートで指定するんですが、でマニピュレートっていうのは、まあ、文字通りですね、マニピュレートするんですね。で f を1から10までマニピュレートしなさいという、命令です。で、こうなるんですね。これ実行すると F とそれのマニピュレートの対象となっている変数に対応するスライダーが出てきます。で、これをビビッと動かせばもう自動的にアニメーションになります。で、ここの小さなプラス記号を押してこの出して再生ボタンを押せばですね、そのまんまもう自動でアニメーションにもなりますので、これ非常に便利です。これは sinfx はなんてことないですが、難しい関数の時にパラメータによってどういう振る舞いをするかというのは、皆さん必ず実社会では必要になる、計算ですよね。でそういうものをここで作ることができます。で、前のページで作ったこっちは何でしたっけ、ガーシアンなので、正規分布ですね。正規分布とポアソン分布をこれ同時にプロットしてるんですが、で、まあ、中心共元定理でこれ数が大きくなるとそれぞれ近づきますよね。でそれをこうアニメーションで説得力を持たせたという絵です。これ青いのと黄色いのと、どっちがどっちだったかな、
青が積分布だと思いますが、黄色がパーソンですね。で、大きくなっていくときにどんどんこれは近づいていくという様子をアニメーションにして、まあ、よく分かるようにしたという絵です。で、これまあ見ると分かるんですけれども、私も、まあ、これぐらいはですね、算数としてはほとんど、まあ、地名に近いんですけれども、この近づき方って結構早いんですよね。もうこの辺で実質的に区別つかないですよね。こんなに早く一色多になるとは、っていう感じではあるんですけれども、まあ、こういったいろんなもの、本当にもうこれはもうセンサーがいろんなものがあると思うんですが、3D でも同じです。これは何だ？これはこの sin xy たす b という、まあ、この位相の部分をですね、変化させた時の絵ですね。まあ、3D の場合にはプロットに多少時間がかかるので、スライダーの動きに追従してないですけれども、まあこれもこういうふうにやることができます。で、まあ、数式をマニピュレートとか、まあ、いろいろあるんですけれども、一つですね、お見せしたいのは、デモンストレーションズ .com というサイトがあって、これですね。で、ここに今9800、右上に9814って出てますけれども、9814のデモンストレーションがあったんですね、マセマティカで作った。で、分野としてはもう数学はもちろんですけれども、ビジネスからですね、経済とかアートとか、コンピューターサイエンスとか、ここら辺は物理学、フィジカルサイエンスですね、あとライフサイエンスとかエンジニアリングとか、まあ、いろんなものありとあらゆるものに関して、例が載ってます。で、これは全部ですね、そのマニピュレート関数を使ってインタラクティブに、このブラウザーさえあれば誰でも見られるようにしたものですね。で、例えば、まあ、ここにいくつか例が出てますけれども、まあ、面白いのはですね、ルービックキューブ、皆さんご存知ですかね。すごく若い人に聞くと知らないっていう人がいるんですよね。ちょっとそれはそれでショックなんですが、こういうふうに 3×3、まあ、典型的には 3×3 になっていて、ぐるぐる回せるパズルですね。で、色をシャッフルしてもう一回6面、こういう6面揃った状態にするというゲームです。まあ、ゲームというかパズルですけども、こういうやつですね。で、これがですね、全部マセマティカで書かれてるんですね、このゲあれは、これは。で、ここでこうやって、このブラウザーの上で、まあ、このルービックキューブを遊ぶことができると。これがバックで動いてるのはマセマティカです。マセマティカと同じものが動いてます。なので、まあ、ブラウザーサイド、プラグインが必要なんですけれども、まあ、プラグインが必要だというプラグインがマセマティカなんですね、実態は。無料です、それは。これ、ソースも公開されてるんですか？ソース公開されてます。右の方にですね、ダウンロードなんちゃらって見えますよね。ダウンロード CDF とオーサーコードというのがありますね。で、CDF っていうのが、その再生専用のフォーマットなんですね。プログインがあれば再生できるという、まあ、今ここで動いているのは CD なんですが、で、コードっていうのはマセマティカのコードそのものです。で、まあ、ちょっとプレビューしてみましょうか。ここですね。で、マニピュレートで始まってますよね。で、マニピュレートの中で全部こう長ったらしいのは全部くくられてるわけなんですが、ここで全部これルービックキューブの絵を描いたり、回したりというのをやってます。だ、これはダウンロード、無料でこれダウンロードできますので、ダウンロードすれば
ローカルのマスマティカでも動かすことができます。こういうのを作ってる人たちのは普通のマスマティカユーザーなんですか、それともウォルフラムの社員なんですか。あ、もういろんな人です。社員もいますし、マニアの人が結構いっぱい出していただいてます、ね。まあ、日本にもいらっしゃいますけど、マニアの人ってすごいんですよね、本当に。ごめんなさいっていうぐらい知ってるんですよね。で、まあ、こういう凝ったものも作る。で、これは例えばリセットとかってやれば元に戻って、もう暇つぶしには持ってこいですね。まあ、これで。これで解く人がいたらすぐだと思いますけどね。そういうの以外にもですね、例えばエンジニアリング、エレクトリカルエンジニアリングとかですね、見るとサーキットデザインとか、これですね、もう本当にもういろんなのがありますね。まあ、私は電気屋さんではないので、この辺だとよくわからないんですが。化学もあるんですか。あ、もちろんもちろんもちろんあります、あります。それこそ速度論関連であるとか、きっと軌道とかもあるんですよね。あります。オービタルとか。あります。あ、そうですか。ただあまり難しいのはないです。例えばなんか、なんとか今日なんとか今日に変えたときに、その運動がどれぐらいこう歪むかとか、そういうのは多分ないと思います。ああ、なんかポンと軌道とかそういうのあるんですよね。そういうのはあります。そうですか。ちょっとまあ見てみましょうか。フィジカルサイエンスのケミストリーですね。フィジカルケミストリーですかね。想像とか。想像とかですね。あ、すごいですね。想像みたいな熱力系が多いですね。そうですね。質量分析とか、イオンケミストリーとかそういう。あとこれはすごいオービタルとか。そうですね。あ、なるほど。あ、そうそう、アトミックオービタル。そうですね。あ、これはでも大したことやってないですね。そうです。EPIQ。普通に普通の救命調和関数とかを出してるだけですね。まあでもこのぐらいの方がですね、読むのが楽だので勉強になるんですね。教科書は本当に平面しか出てこないので、こういうのにぐるぐる回せるのであれば。あ、そうです、そうです。そうです、そうです。これできるので、4なんとか軌道とかですね、普通はもうわけわかんなくなってくるんですが。あ、F ですね。F ですか。そうそうそう。教科書は平面しか出ないんで。ですよね。あ、なるほど。ちょっと使うかもしれません。N が高くなった時にどう組み合わせるかとか、対称性がどうなるかとかっていう議論にはいいですね。わかりました。ありがとうございます。本当にいろんなのがあるので、何か探すと何か出てきます。わかりました。これも無料で公開されてますので、わかりました。ぜひ活用してください。すごいな。で、今のが CD ですね。コンピュータオールドキュメントフォーマットっていうのが、こうウェブページに貼っ付けたりするのが今簡単なフォーマットです。で、無料で、プレイヤーを入手することができて、E メールアドレスとかですね、一応求められるんですけれども、まあ、だからといって押し売りが来るわけではないです。うちの会社は大したことないんですよね。まあ、あとサンプル、CDF っていうサイトにはいくつかの、まあ、でも一番大きいやっぱサンプルのサイトはですね、さっきのデモンストレーションのですね。で、ちなみにどこだったかなというと、ですね、あれ、あ、ごめんなさい、CDF を貼るときには HTML にペタって貼ればいいんですけれども、これちょっと生の HTML ファイルですが、例えばこんな感じですね。ちょっと見にくくてごめんなさい。1行、普通に図を貼るときのように、JPEG を貼るときのように、エンベッドのファイルで、幅と高さを指定すれば、これをブラウザーで開けば、何故ブロックするかな。なんで今回はすべてのプロジェクト、あ、こんな感じですね。
これまあ、こういう手作り感いっぱいのこうアニメーションですけれども、こういうものをあのブラウザさえあれば、誰でも再生できるようになります。これもあのさっきのデモンストレーションのサイトから持ってきたやつですけど、立体紙の、あれですね、立体紙でアニメーションを見るという。これ絵が面白くないのであまり面白くないんですがそんな感じですね。で、そうですね、今ですねマセマティカには関数がいくつあるかというと大体4000近くあります。ではっきり言って普段日常生活で我々が使うのはせいぜい、まあ、多くて100ですよね。詳しい人でいくつとか200とかだと思うんですけど、あの、まあ、さっきのサインとかも1つと数えてですね、100ぐらいですかね。僕も多分100いくつか知らないと思うんですが、あのほとんどだから分かんないわけですね。あの自分がやりたい時にこれどうするんだろうっていうのは分かりません。でその時にはこのヘルプ、ちょっとこれすいません英語版になっちゃってるんですが、あのヘルプのところにですねドキュメントセンターっていうのを開くと、あのバージョン9、皆さんのバージョン9と僕のこれバージョン10なのでちょっと見てくれが違うかもしれないんですけれども、内容はほとんど同じです。で、あの一番上の検索バーのところ、検索のスロットのところにここですね、ここにあの日本語でもいいので例えばビブ方程式、ビブ方程式って打てばあのなんか出てきます。ビブ方程式に関するものが出てきます。例えばあとはグラフ理論とかですね、グラフ理論とか統計とかですね、入れても関連する項目が出てきて、あのそこでまた例をたくさん漁るっていうのが一番の近道かなと思いますね。グラフ理論とかってちょっと今これ英語でやっちゃいますけれども、こういうやつですね、グラフ理論とか出てきますね。グラフ理論って私は個人的に全然専門じゃないんですが好きなんですが、あの例えば巡回整数問題みたいなのも、ことがあの、まあ、グラフに関するなんですかね、一般的にこう何か見つけるっていう作業、計算量的には非常に大体 NP ですよね、 NP ハードとかあの計算量的には大変な作業ですけれども、まあマシュマティカだから早いというわけじゃ絶対それはありえないんですが、あの結構お手軽にやってくれるので、うん、便利は便利ですね。あのこの辺で、関連する項目をですね、とにかく片端からこうやってクリックしてみてください。こうやってでそうするとなんとなくそれっぽいのが出てきます。というのが、一番方法としてはあの簡単かなと思います。どうやって分かんなかったらあの周りでですね詳しい人に聞くと、それでも分かんなかったらあの私にメールくださいで私は分かればお答えしますけれども、分かんなかったら私は本社の開発部隊に聞きますのであの開発部隊以上に詳しい人はいないので、大体何か返事が返ってきます。でこの辺は、まあ、今までお見せしたサイトですね、サイトとかですね、グラムアルファとかもそうですし、という感じですね。あ、これでおしまいですね。あ、一番下に一応私のメールアドレスが皆さん見られると思うので、パスワードにしてください。まあ、といったところで、まあ、一通りの使い方ではあるんですけれども、何かありましたら、ぜひ聞いてください。あのマスマティカを使っている人たち の, そのフォーラムっていうんですかね、なんかそういうサイトはあるんですか？ あります、あります。まあ、英語なんですけれども、あ、まあ、日本のサイトはまあ何、あるにはあるんですけれども、ちょっと待ってください。まず、でも一番当てるのはこれですね。コミュニティ .ulfram.com だったと思います。これですね。あのここに、なんかいろいろ分野が
がありますよね、このグループっていう右の方にありますけれども、まあ、関連する分野であるとかですね。でこれは本社 の、 あの開発の連中も見てますので毎日表示一番あの反応は早いと思います。反応は早いし正確ですね。で日本でも、ユーザーグループっていうのがあるんですが、あるんですがですね、ユーザー会かな、あれこれでもいいと思うんです。ああ、組織処理学会の方ですか。そうですね、ムクバイですね。まあいいですけれども、あの別にお勧めはしないとは言わないですけれども、私としてはちょっとニュートラルな立場なので、なんとも言えないですね。あのいや本当に特にあのイメージがちょっと私はないのでわかんないですね。あのダメとは言わない。まあ、これがでも一番あの聞くという意味では僕は一番便利ですね。あのマニアの皆さんとか見てますので、まあ、あとちなみにですね、インフラクラウドとかになりますけれども、あのバージョン10もそうですけれども、今年の6月くらいからいわゆるクラウドサービスとしてマセマティカの計算能力を提供するようになって、PC にマセマティカが入ってなくても本当にブラウザーさえあればあの計算できるっていうのがあるんですね。これがこういう画面になるんですが、でこれに行くと実はですね、まあちょっと使い勝手はもちろんデスクトップで使った方がはるかに使いやすいんですが、一応機能としてはこのウェブ上のクラウド上の機能もほとんどというか全く同じです。こっちの方が処理速度が速かったりしますか？いや、そんなことはないです。むしろ遅いですね。遅いですか？あのネットワークのせいで遅いですね。レイテンシーがどうしてもあるので、例えば重い計算、あの処理の重い計算とかを投げて動くかの方でやってもらうのもダメです。例えば、10の8乗のような、レンジとかの計算とか投げると、それは多分どっかで切られます。あのリミットがあって、はい、5秒だか10秒だかの計算時間を超えると自動で多分切られます。あ、まあ、そういう制約はあるんですけど、あの普通にですね、まあ、普通って何が普通か分からないですけども、まあ、普通に計算する分にはあのここでですねすることができます。でログインするにはウルフラム ID っていうあの ID が必要なんですが、それは別にお金かかるわけじゃないですし、自由ですね。でウルフラム ID とパスワードさえあればここにはアクセスできます。でなんと無料で使えちゃうんですね。あのこれがでいいのかっていう議論が一番最初あったんですけど、まあいいんじゃないのっていう結論になっちゃったんですが、あそれでなんか5秒とかの制限が必要ですね。まあやっぱり使い勝手という意味で良くはないので、まあこれで我慢できるようなのはしてくださいというのが会社の立場ですね。で iPad とかからもできます。これは iPad の上ではさっきの CDF もあの実は再生できないんですけど、CDF プレイヤーというのは実はそのマスマスキャのカーデルそのものなので重いんですね。なんですが、これはもう本当に全部あっちにあるので、サーバーが、ね、動いているので、できます。で、まあ、もうちょっと一言だけ言ってみると、これ何が面白いかというと、本来の目的はそういう、それじゃそういうサービスではなくて、こういうふうにですね、ウェブ上でこう、まあ、アプリのような形でサービスを提供するのが目的なんですね。こういうふうにですね、これさっきのサクラウド上で作った、ウェブフォームなんですが、ここのその URL にアクセスすれば誰でもこの計算ができるんですね。まあ、なので一番分かりやすいのはあの
まあ、教育目的ですよね、多分、まあ、なんかパラメータだけ入力するようにしておいて、みんなが計算をこれできると。あるいは、難しい計算絡むような、本当にサービス、ウェブアプリとしてのサービスを作るときに、まあ、そういう、まあ、会社、企業さんたちがこれを使うとかですね、いうことを想定しているものです。あ、すみません、別件なんですけど、はい、ラズベリーパイを入れるとマスマティカーが無償でついてきますね、はいはい、処理速度的なものにはどれぐらい、あれはむちゃくちゃ遅いですよ。あれはバージョン10の最新版が入ってますけれども、あのもう本当にイライラするぐらい遅いですこっちのクラウドを使った方が早い、あ、早い、こっちの方がはるかに早いです。やっぱりネットワークで行って帰る時間の制約が最大なんですが、アニメーションみたいなのを作ると、スライダーみたいなのを作ると全く追従しないですからね。もうそもそも追従させることを想定してないので、じゃあラズベリーパイも本当に大学初年度なんかで使うような計算機ですか。そうですね、だから本当に、まあ、微分積分とかそういう算数を教える時のツールという位置づけですね。あれはあれで仕事をするというのは多分ちょっと無理だと思います。ちょっと今ここにはないんですが、ちょっと見えないですが、スライダーをですね、どっかに出したのがちょっとこれはないんですけども、動かないです。あ、これそうかな。あ、これそうですね。これウラムサイクルっていうやつですね。ほら、こういう感じです。なので、アニメじゃなくて、その動かしたところでこう停止するという、カクカクっていうふうにしかならない。アニメーション機能自体もついてない。アニメーション機能自体はあります。アニメを作るっていうだけでしたらあるんですが、こういうふうにインタラクティブにユーザーのこう動きに従って動くっていうのはないですね。自分アニメーションみたいな感じでポツポツポツだったらまあなんとかできる。できるできますね。だからアニメのファイルみたいなのを作るっていうだけでしたらできます。出来合いのものを作るということになっているんですが、ここで何かやろうとしてもアニメにはならない。例えばクラウドで作ってデータを自分のローカルのパソコンに落としてきて、あ、できますよ。できます、できます。やっぱりクラウドにアクセスしてるから遅い。そうですね、そうですね、それが最大の理由ですね。あ、だからやっぱりそのローカルで作って自分のクラウドで作ってローカルのところに持ってくればある程度はスムーズにいく。ええ、だけど、だって最初からローカルで作った方が早いですよね。ああ、そうですね。まあ、だからやっぱり、ただのサービスは所詮ただっていう感じですね。なので、これはお金を払うと、その企業の立場に立つと、企業って我々じゃなくて第三者のデベロッパーの立場に立つと、そのデベロッパーのお客さんたちが、難しい計算を使えると。で、そのデベロッパーがお金をウルフラムに払うという形になったんですよ。これウラムサイクルですね。ご存知ですか、これ。これ0、1、2、3、4、5ってこう、2乗巻いてくるんですよね。そこに素数のところだけ。素数だけマークすると、マークするとパターンが見えるという。七不思議のような、不思議な線。こういう線が。という感じですね。はい。まあ実際にですね、使っていただくのが一番早いと思いますので、まあ使っていくとなんか必ず困ることって出てきますので、その時にはお気軽に聞いてください。はい。よろしいですか。どうもありがとうございました。どうも。僕も勉強になりました。講義に使えるから。あまり科学はさっき申しましたけど、僕も感応の解析ぐらいしかやったことなかったんだけど、ああいうグラフィックができるんだったら、軌道を見せたりとかするのはいいかなと思ったので、ちょっと使わせていただきます。化学系の大学に時々呼ばれてですね、あ、そうですか。関係あるのやってよって言われて、あ、そうなんですか。見せるのの中に、どうしてもテキストは平面しか出ないんで、さっきの軌道とかそういうのは、
わからないですか、こういうふうに立体的に見えると。これがさっきのあれです、あの光の干渉実験です。これあのもっとちゃんと波動工学をちゃんとやったやつです、ね。ああ、そうですか。そうです。あの解説効果も出てるやつですね。干渉と解説と両方出てる、ちゃんとフレンデング積分をしているやつですね。で、わけなく、これは私が作ったそのエントロピーの概念を説明するために。量子力学とかね。で、この辺が量子力学ですね。まあ、水素原子の、まあ、原子の周りの波動関数です。あ、よく教科書に出てきたりする。そうですね。そうですよ、はい、この関数からこのオービタルって感じですよね。はい。はいはい、そうですね。なるほど。こうやって増やして、D と D ですか。量子数を増やしていくと、有意になりますよとかっていう。あ、D キロとか、あ、こういうふうにできるんですね。なるほど。一般には、こういう規定を使いますよね。あ、そう、あ、なるほど。わかります。わかります。ありがとうございます。そうですね、こうやって立ち台にして、X と Y フォームにして。あ、なるほど。混成器とってやつですね。そうですね。あ、わかりました。あ、これは、はい。すごいなと思いました。使い方も、まあ、ありますよという。ありがとうございます。まあ、あと、その自由形式入力を使うとですね、ゲノムとかタンパク質のそのシーケンスっていうんですか、はいはい、も取る情報も取ることができます。なんかバゲアクエス、僕は何がそれが面白いのか分かんないんですが、こういうのですね、タンパク質の構造ですかね。そうですね、こういうやつも取ってこれますし、こんなのできるんですか。あとどっかシーケンスがあったのか、これですね、 NAT1 というプロテインのシークエンスを取ってくるという、こういうのですね。そうです。これ何が面白いのか私にはさっぱりわかんないですが、これどっかで見せた時におおっていう声が上がってます。そうですか。僕は微妙なところです。あ、なるほどと思います。あ、データベースから持ってきて。そうですね、データベースがあって、そういうふうなアクセスをこういう、なんでしょう、どっちかというと数学っぽいものがやるってことが驚きました。そうですね、もう本当にちょっと、まあ、マセマティカという名前が悪いといえば悪いですね。もう本当に今いろんなものが、ね、と思いましたね。確かケミカルデータもかなり入ってますね。そうです、そうです、まさにそれ僕知らなかった。これプロテインデータとか、はい、ケミカルデータとか、そういう一連のちょっと遊んでみます。あ、カフェインで書いてますね。あ、分子機能じゃなくてこれ無理ところ、これは、まあ、構造ですか。そうです、構造ですね。まあ、ただですね、まあ、ちょっとお遊びかな、多分ご専門の方が見ると多分ちょっと物足りない、この程度なので。でも回せますからね。そうですね、これをいっぱい使って、なんかかっこいいののカタログを作ってらっしゃる方が、どこかにいましたね。あ、そうです、そうです。このなんかフォーマットを直で扱えるっていうのは貴重らしくて、なんていうんですか、このフォーマット忘れましたけど、このフォーマットですね。それを直に扱えるのがわかります、ね。わかります、はい。あ、ちょっと非常に身近になりました。ありがとうございます。はい、という感じでいろいろありますので、ぜひちょっと遊んでみてください。はい、それが一番です。はい、どうもありがとうございました。僕も昔喋っちゃった。はい、どうもありがとうございました。